はい、おはようございます。ロックフィッシングをね、ちょっと始めようかなと思いまして、とね、今日いろいろ買ってきました。今日はね、磯場に遊びに来てます。で、ここを実績的に、まあ、マダイだとか青物、今のシーズンイサキだとか、あとハタ類ですね。目の前ね、あれ世界遺産の軍艦島ですね。長崎の本当の名前羽島っていう島なんですけど、もともと炭鉱が栄えてた島で、今は誰も住んでない無人島になってます。結構乱岸できる磯場なんで、ちょっとね、状況を見ながらやっていきたいと思っております。タックルはね、今日ね、シマノのセフィア BB、 エギング始めた時に初めて買ったリールなんですよ。 C3000HGSDH、 ロッドもセフィア BB ですね。 S の 806M、 長年愛用してるんですけど、へたらない。で、このタックルでね、今回ロックフィッシングやっていきたいと思います。でね、ワンちゃん秋先を 20g のジグですね、スピンテールとかですね。はい、そんなこんなで始めたいと思います。はい、ポイント入りました。 21g マッチョっていうジグヘッドですね、こんな感じになるのかな、ワームは一星さんの海太郎ですね。行ってみます。ラインはですね、1号ですね、 P が1号で、最近リーダーは最近出たエステルとフロルの合成のやつですかね。今日のターゲットはですね、ハタ類、キジハタ、アクハタあたりが釣れれば嬉しいなと思います。大物ハタなんかもね、シャドウの方に刺してくるらしいんで、でももうちょっとね、シーズンが夏場にならないと厳しいのかなというところですね。ああ、レックしてなかった、すいません。今ね、潜られちゃってます。でちょっとね、出てきたらゴリ巻きしないとですね、完全に潜ってるもんね、これ。待つよ。いやー、バイト気持ちよかったな、今の。根から剥がすの大変っすね。エギングタックルじゃちょっと厳いかな。出てきませんね。こっちの言う通りなんかね、なんないっすよ。魚だって生き物っすからね。ただね、どんどんね、根に入ってくるような感じがするんすよね。出たね。出ます。あ、出ましたね。よかったよかったよかった。ゴリ巻きゴリ巻き。あ、アラカブちゃんでしたね。あ、違う、これは毒魚ですね。これは危ない、これは危ないよ。オニカサゴですね。すごいでしょ、結構いいサイズ。これちょっとリリースしますね。14g に変えました。ワームはバークレーさんのガルプ 3.8インチ、3インチかな、変えました。
ハラカブかなんかかな。ああ、切れた。装着完了しました。次はマッチョ 14g にガルプ。いやー超気になる。正体が見たいですね。動かしながらどうなんだろう。バコーン入んないかな。あ、食いましたね。あら、カブちゃん、いいサイズじゃないですか。このぐらい、25あるなしぐらいかな。はい、引き続きアラカブちゃん釣れた、そのままですね。マッチョ 14g にガルプ。うん、いい匂い。わあ、来たこれ。コアラでかい。ああ、切れた。ああ、ちくしょう、切れちゃったっすね。今のでかかったっすね。悔しい。はい、リベンジタイムやってまいりましたよ皆様。ちょっとね、マッチョ高いんで、安いあのジグパラの安いジグヘッド 14g ですね、これにガルッ。いやー悔しいな、悔しい。難しいな、リビングタックルで。あ、これはちっちゃいな。アラカブですね。ほい、ありがとう。はい、リーダーをね変えました。さっき 2.5 号フロロ4号ですね、変えました。マッチョのジグヘッド 20g にルーリーズのハタ食いかなっていうワームです。いや、風が強くなってきたな。当たってますね。ああ、かかったっぽいな、これ。違うか。ああ、ここ手前が、手前にね、霜りがいっぱい入ってるんで、こういう巻きですね。浮かせないと。肩っぽかったけど、違うかな。あ、肩だ。やったー、本命来ました。高畑ゲットです。いいサイズ。あ、
長かった。やりました、超嬉しい。バックしてですね、綺麗、すごい綺麗。メジャーをね買わないとね。とりあえずキープします。あーよかった。ああレックしてなかった、すいません。イサキ釣れました。急ぎ急ぎ急ぎ、よいしょ。どう？ちょっと攻めすぎたな。ああ、これも塩がめっちゃ効いてる。なんかな、背があるから怖え。急ぎっすね。よし、よし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 、よしよし、待て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 。ご視聴ありがとうございました。またね。